D プシコースは、ロック担当及びケトースに分類される担当の一種。D フルクトースの3位のエピマーである。名称は、プシコースの初期の名称であるスードフルクトースの略記法であるプサイフルクトースから来ている。アルロースとも呼ばれる。糖量のスクロースのわずか0.3%のカロリーしかエネルギーとして利用されないという特徴がある。ディタガトースエピメラゼにより、D フルクトースから大量に合成され、様々な気象を統生産の出発物質となっている。また、食品加工の工程中で砂糖キビ作お及びスクロース並びにフルクトースから加熱反応で生成される経路が存在している。水溶液中では異性化を起こし、環状構造との混合物となる。平行状態に達した時に最も存在比が高いのはアルファー。 フラノウスタイである。この物質を含むことが知られている植物は、ズイナ属のみである。また、多くの植物の生育を阻害することが知られている。インスリン分泌作用、動脈硬化を防止する作用などが知られている。砂糖の7割程度の甘みがあるが、ほぼエネルギー源とならない。ラットによる動物実験で、食後の血糖値上昇を緩やかにする。 内臓脂肪の蓄積を抑える、動脈効果になりにくいといった研究結果が報告されている。しかし、加熱調理により、プシコースが減少するため食後の血糖値、上昇抑制作用は影響を受け、非加熱状態と比較し効果が減少することが報告されている。カリン糖などの高温での調理が行われるものでは、効果がより大きく減少する。 高用量では、センチューシーエレガンズの成長を阻害する作用も確認されている。ありがとうございます。